今回紹介するのはユング心理学と仏教という本です素人にも割と分かりやすい印象です素人の感想ですがで済ます言葉で書かれており著者ご自身の結果いわば世間の大勢である西洋科学的立場から始まるや実際のクライアントあるいは治療者側の例が引用されながら 話が深ままっていきます著者がユングは専門だが仏教については非専門であるという立ち位置なので素人にとって比較的日常的な位置からまたいわば 3D メガネで立体的に見るような感覚なので分かりやすい印象です。仏教特に禅とか華厳教ひいては密教につながる 乗り換えの入り口としてもかなり役にに立つように思われます。日本で初のユング派がこんな立派な人だったとは心理療法家が長い時をかけて修行僧のように治療を進め自身を深めてゆくようすが感動的東洋の字が悟りへの道の書葬を描く十牛図には新鮮な驚きを覚える人生を振り返りながら語られてゆくので。 難解な心理学や善のありようが読みやすくわかりやすい。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。